や、だからそのネイチャーロード邪魔だな。まあ、さすがにそんなピンポイントではいかないだろう。なんか第2レーサーロンツドンツアベニューということで、もうだからでも今日はね、あの1位取るっていうのは考えてなくて、もうこの綺麗な快感、その景観、なんていうのその景観、なんていうの、その分からねえよ、その景色のことを、まあ、景観って呼ぶのかな。今ね、あのリビングっていうか、あのあっちの部屋で親が寝てるんですよ。はい、本当にお母さんお父さん寝てるんで、もう死ぬほど寝てるんで、いや死ぬほど寝てても死んどるんちゃうかな見てなかった。でも今日はね、いつもよりかはお昼ぐらいのテンションの半分ぐらいで頑張っていこう。静かに頑張ろう。でちゃんとね、まあ、あすげえ、俺マジ初見だからマジわかんないけど、この地図見ながら今めっちゃ頑張ってる。でこれ多分左だね、うん、左だねって言いながら、まあ、直進してたっていうのは、まあ、みんな黙っててほしい。どっち、こっちね、どっち、どこね、え、どこ、え、どこ、ここの、ね、やべ、親が起きるから発狂できない。親が起きちゃうから発狂できねえ。待って、これ景色いっぱい見よう。うわ、すごい、都市がすごいね。都市がマジすげえわ。すごいな、マジで。マリカやっぱね、デザインにも凝ってるね。レインボーロードだけど、ここはごめん、チーズランド。これはごめん。俺譲れねえわ。これチーズランド譲れない。皆様、S 曲 N 曲ゲームズのショータイムの始まりでございます。まあね、一人だけしかチーズランドを選んでもないのに関わらず、めちゃくちゃ日本語おかしいけど、僕しかチーズランドを選んでいないのにも関わらずね、まあ、チーズランドがまあ必然的に、まあ来てしまう。まあこれがやっぱもうね、神の実力。もう神の左手、妖怪ウォッチのイカカモネギ町の必殺技、あの神の左手ってあのね、容器吸収してくる。うん、あれ攻撃だっけ、悪魔の右手が吸収だっけ。俺すごくね、めっちゃ覚えてる。あの加藤純一さんの妖怪ウォッチのあのライブをね、昨日見てたんで、昨日って言っても、まあ昨日ね、今12月8日のあの夜の深夜の12時半なんだけど、まあ、昨日のね12月7の夜の7時ぐらいにずっと加藤純一さんのあの見てたんで、あのまあ必然的に、うわ強いけども、これ使うわ、ごめん。さすがにね、ここでロンキーを使うのはさすがにもったいない。3レース目であのロンキー打たないとマジ意味ないんで、正直。お、強い。だこの人はまあ強くて、まあ、キラウラにね、まあ、たまにサンダー落としてくるゴミがいるんで、まあ、使っといて、どうしよう。取っとくか。取っといて、あ、なるほどね。よし、OK。今のはバナナに引っかからなかったっていうのも、かなりうまいポイント。うまいポイントで、どうしよっか。ここどうしよう。ワンチャン、もうすぐサンダー振るんだよな。取っといて、キラキラ、いや、まあ、弱い、ドンよ、いつでもいい、今はいつでもいい、サンダー振るなら。振らないか、取るじゃん、止まる、まだ止まれる、いや、引くな、オッケー。まだこれ悪いな、これマジで悪い、これ、まあ、マジで悪い、マジでこれダメだ、これマジでも悪いね、これマジ悪い、走りが悪い。今サンダー振ってくれればまだ、いや、ないな、もうこれダメだ、これもうダメだね。今サンダー振ればまだ、キノコワンチャン、投げて当たる、なんでそこの、お仏壇の長谷川S 曲 N 曲神覚醒フォルム、メイプルツリーハウスならこの見た目で行くしかない。スタート。いやー、花ちゃん侮辱したから今なったのかな。これ尊敬です、リスペクトしてるっていうのでこの見た目にしました。こんなさ、恥ずかしい姿をさ、その世に発信するっていうこと自体がまずリスペクトだから、自分のプライド捨ててるわけだから、プライド捨ててみんなね笑かそうとして、あの花ちゃんっていうね存在価値を高めるためにこうやってるから、まあ花ちゃんはね、あのアンチしないで、あの俺見てます、いつもあのマリオカートの花チャンネルマジ見てる。なので、あの登録もしてます。なので、あの僕に誹謗中傷したり、あの法的に訴えることはしないでください。頑張ろう、マジこのフォルムならマジ勝てる気がする。
まあ、さっきのチーズランドはね、まああれはまああのレインボーロードを選んどけばよかったな、素直にレインボーロードを選んどけばよかったなって思ったのはまあしょうがない、もう やってしまったこと、うん、偉い悪い、あゴミゴミ、こっち行っていいや、取って、なるほど、これ多分スター出るっしょ、あキラーかもしんない、あスターね、オッケー、であそこのね、草むらっていうか横の部分をどう生かしていくかで多分勝敗が決まってくる、最後のあそこの横からボム投げたりしてみたいな、さっきも言ったけどやっぱそういうの強いと思うんだよな、あコイン、あいやだからそれ最悪、オッケー、危ねえよ、これ待ち合わせを使いすぎても良くない、この花ちゃんな、花ちゃんな、マジこのフォルムってか見た目好きなんだよ、だから